ファシズム代表議会ファシズム代表議会は、ファシズム時代のイタリア王国において、国家の最高意思決定機関と位置づけられた諮問機関。1922年12月15日、ベニートムッソリーニは在ローマのファシスト党幹部を招集して会議を行い、ファシスト行動隊の義勇隊への転換とともに、ファシズム代表議会の設置を決定した。 ムッソリーニの構想によると代表議会は、議長となる政府首長が、党出身閣僚や党幹部を招集し、党と政府の調整を呼び党と行動体の統制を目的とするものであった。代表議会の存在党規約になく、事前に幹部との協議も行われなかった。1923年1月12日には、最初の代表議会が、ローマ市内のグランドホテルで開催された。 10月23日の第27回代表議会においてファシズム代表議会は全国評議会全国指導部の上に立つファシズムの最高機関と定められ1926年の改正の登記役に明記された1928年12月9日には代表議会が諮問機能を持つ国家の最高機関であると定めた代表議会に関する法律が制定され 公式な国家機関となった。1929年改正の党規約以降は、党の機関としての代表議会の存在は、言及されなくなったが、党の方針を定める機関であることに変わりはなかった。ムッソリーニは1929年12月5日の会員への報告において、代表議会を体制の参謀本部と表現しているが、実際には決定権はなく、諮問機能を持つに過ぎなかった。 代表議会では、党の問題や内政問題、ロンドン軍縮会議、国際連盟脱退、アルバニア侵攻などの外交問題が討議されているが、第二次エチオピア戦争や第二次世界大戦のポーランド侵攻後の戦線問題、1940年6月の大連合国戦線については討議されていない。全般的な傾向として国家改革問題については、 詳細な討議が行われているが、経済、産業分野の討議はほとんど行われていない。1923年中にはほぼ毎月30回開催されたが、1924年と1925年には20回前後となり、1926年から1933年までは年10回程度の開催となった。1934年にはわずか1回。 1938年には10回と回数も不安定となり、1940年から1942年には一度も開催されなかった。第3回からは開催場所をコロンナ広場の東本部に移し、その後は主にベネツィア宮殿で開かれるようになった。1926年3月から1929年の1 9回までは、キージ宮殿以降は基本的に ベネツィア宮殿で開催された。構成は1929年の法規定による。以下のメンバーに加えて1922年以降の閣僚、当初基調経験者、ファシズム運動に貢献した者の,の中から、政府主張が指名した者が3年の任期で参加することとなっていた。また必要に応じてメンバーの追加も行われた。 出席者1943年7月24日22時3年ぶりの代表議会がベネツィア宮殿で開催された。この席でディーノ・グランディがムッソリーニの首相解任動議を提出し賛成19、反対8、危険1で採択された。ムッソリーニは国王に辞表を提出した後に逮捕され、イタリア王国におけるファシスト体制は崩壊した。ありがとうございます。